今日ね、モーニングショーを見てたんですけど、白熱してましたね、玉川さんがね。玉川徹が持論と。ウクライナは引く以外にないと。早期に降伏すべきと発言。本当ね、負けを認めろって話をね、してるんですよ。何を言ってんのかなってこの人思いましたけど。テレビ朝日の玉川氏が、羽鳥新一モーニングショー、今朝ですね。で、リモート、まあ、最近ずっとリモートなんですけどね。で、ロシアによるウクライナ侵攻について、どこかでウクライナが引く以外いないと、早期に降伏すべきとの持論を語ったと。番組ではロシアのウクライナ侵攻について、商法と。二度目の停戦交渉が平行線に終わったことや、プーチン大統領が容赦ない戦いを続けると発言したことを取り上げた。圧倒的な軍事力の差があるロシア軍に対して、善戦しているとも伝えられているウクライナだが、玉川氏は今後戦争が長引くことでウクライナの犠牲者が増えていくと指摘、民間人の犠牲者が桁違いに増えていく戦争になる可能性が高いと思うんですね。戦力は圧倒的にロシアの方が上なわけですよ。こうなってくるとウクライナはここまで勇敢に戦っているわけですが、どっかでウクライナが引く以外にも桁違いな死者が増えると人命が優先されるべきと説いたと。死者が増えていない、増えないようにするのは指導者の大きな責任ですから、誇りを持って戦っている事態ですが、引くことを考えないとと持論を述べたってね。もう要は降参しろと。もう降参した方がいいってことですね。で、玉川氏は太平洋戦争を例に挙げ、日本がもっと早く降伏すれば、例えば沖縄戦とか広島、長崎の犠牲もなかったんじゃないかと思いますと述べたと。フランスだってベルギーの降伏から1ヶ月後にパリが陥落してますけれども、やっぱりナチスが敗れることによって独立を回復している。これに対して、東大の先端科学技術研究センターの小泉さん、この人ね、闇金牛島君に似てるって言われてるんですよね。ちょっと冷静な方ですね。日本の場合、自分から戦争を始めてアメリカにものすごく反撃を食らったという事例ですね。今回ウクライナは何の日もないのにロシア側から侵攻された、早く降伏すべきだとは道義的に問題がある議論と、まあ、僕本当にこの人は冷静でそうだと思います。日本と全然違いますからね。ウクライナは一方的に言われのないことでプーチンに攻め入れられてるわけだから、攻め入れられたら速攻で軍事力が違うんだったらすぐ降参しろってなったら、全世界はもう軍事力優先の世界になっちゃうってことですよ、これと。日本とウクライナの置かれた立場の違いを指摘した。これでも玉川氏は、圧倒的な戦力差があるのでここで長引けば市民の犠牲者が増えることが積み重なっていくんだと思うんですよと。誇りも大事だし、我々外国の人間が経験に言えないかもしれないけど、命を守ること以上に大事なことは果たしてあるんだろうかと問いかけた。そうで、ね、まあ、これで終わってますけど、ここはその後長嶋一茂さんも、いやいや玉川さんと、命より大事なことはあるんですよとね、やっぱり命をかけてでもやらなきゃいけない国民の考えなんですよ、今のウクライナはって言って、まさに僕はそうだと思いますよね。みんながね、命が大事で、じゃあ戦争放棄しようってね、そういう気持ちであるけど、でも強い奴が襲ってきて、まあ、全部じゃあ降伏しますってやって、もう全てがじゃあプーチンの世界になっちゃうじゃないですか。やっぱり抵抗するっていうのは大事なことですよね。だって自国を守るんですからね。でも玉川さんみたいな考えの人もいるのかもしれないけど、実際にはね、ウクライナはそれで自国を守るんだ意思がね、玉川さんより全然強いわけじゃないですか。だからそれはね、軽々とね、もう降参しろとか言うべき問題ではないと思いますよ、本当に。これはね、なんかちょっと僕もね、イラッとしましたね、それ聞いてね。必ずこう日本とかの引き合い出すし、あとね、別なところもいろいろ言ってたんですよ。ナチスがね、いろいろ占領したけど、後々ね、ナチスが滅びてから、やっぱ大丈夫じゃないかっていうふうになったと。ソ連をですね、軍事力で屈服させることは結局できなかった。しかし、経済的に行き詰まることによって、ソ連は内側から崩壊したわけですね。じゃあ、プーチンが滅びるのかどうか分かんないじゃないですか、こっから先。ねえ。ウクライナを明け渡してプーチンが滅びりゃいいけど、プーチンはプーチンで中国と一緒にやって、もっともっと肥大化する可能性だってあるわけですよ。長い目で見るとちょっと結果はどうなるかそうですね。ただそれが例えば経済制裁が効いてきて、ロシアが崩壊すると言ったらいけないですね。ロシア、例えばウクライナ支配を諦めるというのがいつになるかって分かんないわけですよ、ね、だからそれはね、そこちょっと違うんじゃないかなっていうね、感じがね、ものすごくしてね、まあ朝からちょっとね
なんかまた玉川さんトンチンカンなこと言ってるわって感じで思いました。第3席ですよ。肩を持って笑顔で。第3席。皆さん見てます。まあそんな感じです。